どこのチームもレベル高いね。そうだな。聞いたところによると、オープニングのライブも素晴らしかったらしい。まあ、桃井さんたちのグループか。朝練で見逃したが、せっかくだし見ておけばよかったな。私もみのりちゃんやはるかちゃんのこと見たかったな。次は絶対みんなで見ようね。うん。でも午後一のレオニードもすごく良かったよね。かなり盛り上がったし。そうだね、パワーがあったっていうか、今日一番盛り上げるぞって気持ちが伝わってきたな。なあ、悪い、ちょっと抜ける。あれ、アキト、どこ行くの？翔太から音源の確認頼むって言われてな。行ってくる。なら俺も。いや、これくらいならすぐ終わるだろうから、お前らはここで見てろよ。すぐ戻る。ありがとう。行ってらっしゃい、東雲くん。おお、なるほど、こういったダンスもあるのだな。勉強になるぞ。おお、すごいね。私もこういうのやってみたいな。あ、それじゃあ私と一緒に。急にすごい風。びっくりした。なんか風が強くなってきたな。天気予報は晴れだって言ってたのに。そうだね、そろそろ出番も近づいているし、着替えついでに点検をしてくるよ。え、点検？スーパーデラックス射出装置の点検さ。ジャンプするときに突風が吹いたら大変だからね。射出の勢いを少し抑えようと思う。司くんたちはステージを楽しんでいて大丈夫だよ。せっかく咲くんたちとライブを見られるいい機会だしね。うん、確かに。じゃあお言葉に甘えちゃおうかな。ありがとう、ぬい。あ、それなら私がついてくよ。お手伝いする人がいた方が早く終わると思うし。ありがとう。それじゃあ M 君、一緒に行こうか。ああ、頼んだぞ、ルイ、M。 うむ、この風の強さはやはり心配だね。点検に来たのは正解だったな。射出の勢いを調整せずにいたら本番で怪我をさせてしまうかもしれない。怪我しちゃったら悲しいし、みんな笑顔じゃなくなっちゃうもんね。ルイ君、何か手伝えることある？それじゃあそっちの工具箱からドライバーを取ってもらってもいいかな。了解、どうぞ。ありがとう。この風の強さとこの風向きならもう少し射出力を弱めてと。うん、これで問題ないだろう。でも使う前に一度試してみないとね。あ、私が試しにやってみる？いいや、僕がやるよ。司くんの体重に近いのは僕の方だろうしね。ありがとう、M 君。それじゃあ危ないから装置から離れていてほしいな。うん。では早速スイッチを入れてと。3、2、1。
ありがとう。問題なく目標地点に着地できたね。出力も問題なさそうだ。でも念のためもう一度試しておこうかな。3、2、1。まずい、風で体勢が。ああ、と言いたいところだけど参ったね。着地の時の強風で少し怪我をしてしまったようだ。どこが痛いの？手や肘だね。倒れた時にすりむいてしまったよ。あとは右足首をひねってしまったようだ。ショーまでに痛みが治まるといいんだけど。しないと、でも今ので分かったよ。不意の強風程度ならここを調整するだけで問題ない。これなら着地時さえ気をつければ安全に。ルイ君、今はルイ君のこと心配しなくちゃダメだよ。ルイ君が怪我しちゃったら私もみんなもニコニコショーできないよ。ああ、そうか。すまない、M 君。ただ、そこまで重症というわけじゃないよ。消毒液と絆創膏があればなんとか。どうしたの？困ったな。足の痛みが思ったより強い。翔太のやつだいぶ忙しそうだったな。運営ってのも大変な。じゃあ、あんたなんでこんなところで座り込んでんだよ。いやあ、東雲くん、見苦しいところを見せてしまってすまないね。あ、秋人くん、よかった。あのね、あのね、ルイくんがピョーンする装置を直してたら風がビューってなって怪我しちゃったの。でも救急箱も保健室も分かんなくてどうしよう。ああ、大鳥、まずは落ち着け。保健室ってあれか、救護テントのことか。あ、それそれ。ああ、でも大丈夫だよ。東雲くんたちももう少ししたら本番なんだ。僕一人で。ルイくん、仕方ねえな。上白先輩、肩貸しますよ。いや、君だって本番が近いんだ。そんなことをしてる場合じゃないだろ。まあそうっすけど。このままじゃショーができないよ。それは、あんたいつか言ってませんでした？ショーを成功させるためならどんな手でも使うって。今の僕にとっての最優先事項はこの式のショーを成功させることだ。今君を承諾させるためならどんな手でも使うよ。君を怒らせても悲しませてもね、僕はそれを悪いとは思わない。ならこういう時は人を使うもんじゃないっすか。確かにそうだね。それじゃあお言葉に甘えようかな。それでいいと思いますよ。で、救護テントはどこだ？どこだったっけ。あ、そう
朝比奈先輩ならここのボランティアしてるから救護テントの場所もわかるかも。朝比奈というとさっきの、確かあの辺に、あ、朝比奈先輩、大鳥さん、ここが救護テントだよ。ありがとうございます、朝比奈先輩。どういたしまして。それにしても本番前に怪我なんて大変でしたね。お大事になさってください。はい、どうもありがとうございます。じゃああとは担当の人に。あれ、誰もいませんね。え、あ、本当だ。なんでだろう。もしかすると別の場所で事故や怪我があったのかもしれないね。マジかよ、せっかく来たってのに。ショーに間に合うのか。仕方ない、いざとなったらこのままでも出るよ。穴を開けるわけにもいかないしね。でも歩くと痛いんじゃない。包帯でも使って固定できりゃいいんだが、さすがに備品を勝手に使うのもな。よかったら私がやりましょうか。あ、ボランティアスタッフは必要な備品は使ってもいいって参加要項のプリントに書いてあったんです。それに捻挫は早く手当てしないと悪化するので。ありがとうございます。ではお願いします。わかりました。大鳥さん、一緒に救急セットを探してもらってもいい？多分近くの棚にあると思うから。はい、了解です。この人はなんか見たことあると思ったが、確かエナと一緒に曲作ってる。先輩、発見しました、救急箱です。ありがとう大鳥さん。使えそうなものはと。まあ、しっかりしてそうな人だし、あとは任せて大丈夫そうだな。東雲君、君のおかげで助かったよ。本当にありがとう。もう出番も近いだろ。君たちのパフォーマンスの準備もあるだろうし、戻ってもらって大丈夫だよ。そうっすね。それじゃ、俺はこれで。ああ、このことを司先輩と草薙に伝えときましょうか。ああ、いや、大丈夫だよ。本番前に心配をかけるような真似はしたくないしね。幸い僕は今回脇役で動きも少ないから、司くんたちの演技の足を引っ張ることもないと思うし。いや、そういう問題じゃないっつうか。え？いいもん作りたいならいろいろ一人で抱え込むなってことですよ。そうだね。それじゃあお願いしようかな。うっす。他に伝えておくことはありますか？そうだね、すぐに戻るから心配しないでほしいってことを伝えてもらいたいな。わかりました。じゃあまたステージで。ああ、また。それじゃあ準備ができたので手当てをしていきますね。ああ、上白です。じゃあ上白さん、
症状を確認しましょうか。ここを押すと痛いですか？そうですね、少し痛みます。やっぱり軽い捻挫みたいですね。冷やしておきましょう。先輩、ありがとうございます。るいくん、ショー出れるといいね。大鳥さんたちはそのために来てるんだもんね。できれば安静にした方がいいと思うんだけど、とりあえず今は安静にして患部を冷やすようにしましょう。すぐ氷嚢の準備をするね。ありがとうございます。すみません、助かります。はい、できました。すぐに動かすのは良くないと思うので、ショーの時間まではこの状態でじっとしていてくださいね。朝比奈先輩、すごーい。手当てシュパパーって終わっちゃった大したことはしてないよ。あ、こういう時はライスで治療するって覚えておくといいかもね。ライス？ご飯ですか？レスト、アイシング、コンプレッション、エレベーション、捻挫や肉離れの時の手当ての手順なんだ。覚えておくときっと役に立つと思うよ。おえー、本物のお医者さんみたい。先輩、それってどこで習ったんですか？医大の受験勉強をしてる時に偶然知っただけだよ。ああ、朝比奈さんは医師を目指されているんですね。それならこの手際の良さも納得です。え、まあそうですね。あの人を優先してもらって大丈夫です。僕は擦り傷以外ほとんど処置をしてもらっているので。ありがとうございます。すぐ戻りますね。怪我の範囲が広いですね。隣の流し場に行きましょうか。大丈夫ですか？やけどは後になるので急ぎましょうか。変化がわからないけれど、でも確かに最初見かけた時よりも柔らかい雰囲気があるような気がするな。はい、できました。これで大丈夫だと思います。でも念のため病院を受診してくださいね。だけれど、もしかして彼女は医師というよりは。